地下アイドル純潔。これから仮面女子千葉ジェッツの記者会見を行いたいと思います。月村麗太司会のもと仮面女子しっかり千葉ジェッツアピールしていきたいと思います。千葉ジェッツオフィシャルサポーター就任記者会見にお集まりいただきましてありがとうございます。実は仮面女子はですね、千葉県出身のメンバーが一人もいないんですけれども、なぜオフィシャルとしてサポーターに、やらせていただくことになったかと言いますと、千葉ジェッツの方が舞台のない地域のプロジェクトの手段として大日曜チームに番号商店されて日本一を目指していく姿というのが地下アイドル、最強地下アイドルとしてやらせていただいている仮面女子の姿と合致したということで、よろしくお願いします。それでは早速読み込みたいと思います。西村文夫選手、上田祐希選手、宮永優太選手、原尾岳選手です。どうぞお入りください。オフィシャルサポーターでテーマソング全然演じさせていただいています。仮面女子も登場していただきたいと思います。はい、それではご紹介お願いします。この度、千葉ジェッツオフィシャルサポーターとなりました、私たち、仮面女子です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと、いろいろ聞いてみたいと思うんですけれども、今回、テーマソングの名前について曲を歌わせてもらっていただきたいんですけど、これはどうなんですか？はい、この曲はですね、歌詞が、まず千葉ジェッツのチーム名を掲げておりまして、強いチームであるということ、そして最後まで諦めないこと、皆様に感謝の気持ちを忘れないことというのがこの歌詞の中に含まれております。千葉ジェッツのジェッツ JETS っていうのをみんなでジェッツ JETS って呼んでたりします。はい、それでは久保選手のパフォーマンスを見ていただきます。以上となります。本日はありがとうございました。ありがとうございました。